勇敢な海の戦士に俺はなる。クロを倒したルフィたちはカヤの計らいで海賊船ゴーイングメリー号を手に入れた。勇敢な海の戦士を目指すウソップも加わり、麦わらの海賊旗を掲げて意気揚々と出航。次にルフィたちが訪れたのは海上レストランバラティエ。偶然の事故で店を壊してしまったルフィはバラティエのオーナー兼料理長ゼフに1年間の雑用を命じられてしまう。ゼフの正体はかつてコックにして海賊船の船長を務め、凄まじい蹴り技から赤足のゼフと恐れられた男だった。そのゼフの下で副料理長を務めるサンジもまたゼフ譲りの蹴り技を使い、料理を粗末にする者は海兵でも容赦しないが、空腹の者には海賊でも食事を与えるという。そんなサンジを気に入ったルフィは雑用をしながら仲間になるよう誘い続けるが、サンジは頑なに拒否。そんな折レストランに一人の海賊が現れる。イーストブルー最強の海賊艦隊を率いる男、すまん、水と飯をもらえねえか。金ほらよ、飯だ。すまん。いいレストランだ。この船をもらう。守り抜くぞ。この船は俺たちのレストランだ。なんだ。何が起きた。ドンクリーク、本船は切られました。切られた、切られただと。バカな話があるか。まさか、なんで俺たちを狙う。暇つぶし。ふざけやがって。野郎ども、奴に構うな。さっさと海上レストランを乗っ取れ。さあ、まともに戦闘が始まっちまった。とにかくこの店を守らねえとな。おっさん、あいつら追い払ったら俺雑用やめていいか。いいぞ、店を壊したことは帳消しにしてやる。本当にそれができればな。まずは目の前のクソどもを片付けねえとな。たかがコックを侮る奴は端から下ろしてやるよ。コックは手が命、戦闘で傷つけるわけにはいかねえんだ。かかってくる奴は残らずこの足で仕留めてやるよ。よし、こっちは俺に任せろ。
一石、さっさと制圧しねえか。続け野郎どもは。相手はたかがチンピラみてえなコックどもだ。なめてかかって釣りが来る。あの船を乗っ取り、俺は再びグランドラワンピースをつかみ、この大海賊時代の頂点に立つのだ。ちょっと待て、海賊王になるのはこの俺だ。何か言ったか小僧。当たり前だ。射出ゴムゴムのキャノン火薬物資。それはクソジジイの宝だ。絶対に渡さねえ。あいつらとは短い付き合いだったけど楽しかったな。というわけでもねえらしい。となればそれなりの準備がある。かちゃいいんだ。たとえこんな毒ガス弾を使ってもな。止めねえとまずいぞ。ただ眺めているのも退屈だ。俺も参戦させてもらおう。射出ゴムゴムのキャノン火薬物資。鷹の目、こんなに早く会える正直考えてなかった。さて、そろそろ潮時かな。お宝と船をもらって、いいやつらだったな。今度会ったらまた仲間に入れてくれるかな。また会えるかな。早く自由になりたいよ。ナミのことは後だ。今は目の前の敵を倒すことだけ考えろ。これでは暇つぶしにもならない。小僧、何を目指す。最強、暇なんだろう。勝負しろ。小僧、名乗ってみよ。ロロノア・キゾロ。覚えておく。久しく見ぬ
強き者よ。知れ斗竜奥義三千世界。負けた、かなわねえ。これが世界最強の力か。何を。背中の傷は剣士の恥だ。見事。トロー。若き剣士の仲間か。貴様もまたよくぞ見届けた。安心しろ、あの男はまだ生かしてある。我が名ジュラキュール・ミホーク。貴様が死ぬにはまだ早い。己を知り、世界を知り、強くなれロルノア。俺は先幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つ。たける己が心力さしてこの剣を越えてみよ。この俺を越えてみよ、ロルノア。させたかよ。俺が世界一の剣豪くらいにならねえとお前が困るんだよな。俺はもう二度と負けねえから。あいつに勝って大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。もう帰るか、海賊王。ない。いいチームだ。また会いたいのか、お前たちと。